皆さんこんにちは、森有です。今日はですね、こうちゃんが今日まだ帰ってこないので一人でご飯を食べたいと思います。今日ね、何食べようかなと思ってたんですけど、なんか LINE のニュースで回ってきた、なんだっけな、チーズフォンデュパスタみたいなやつがあってすっごい美味しそうだったので、ちょっと作ってみようかなと思って今から作りたいと思います。で、家にあるものだけしか作れないので、パスタと牛乳とチーズかな。で、野菜もね、本当はキノコとかいろいろキノコ節約して作ろうかなと思っていて、で、昨日玉ねぎとか全部ね、野菜ね、シチューで使っちゃった後なので、とりあえずパスタとあとは牛乳とほんとチーズしかないんですよね。なしかないんですけど、ちょっとあなんだっけ、作りたいと思います。なんだっけあれ、シャレたやつ、チーズフォンデュ、シャレたやつってやつ、チーズフォンデュパスタ作りたいと思います。で、そのパスタのコツがあるんだけど、なんか1分でできるんだって。で、1分でできるんだけども、パスタを置く時間があるんですよ。で、それが1時間置かなきゃいけないみたいなので、まずその置く段階から撮りたいなと思います。まずボール用意します。で、ボールの中にパスタを入れるんですけど、私いつもね、作り方があって、作り方って言っても本当に適当なんですけど、半分に折って入れます。半分に折るとこんな感じになるんですけど、この方がお鍋の中に入れた時に、茹でるあれがなんていうの、 このままさ、これ一本長いやつやってると、小さい鍋だとね、茹でる時間がちょっと違ってきちゃうんですよね。なので私はいつも半分に折って茹でてます。パスタの中に水を入れて浸した状態で1時間放置をするみたいなので、1時間放置をしたいと思います。はい、ということで1時間経過しましたので作っていきたいと思います。私が最近好きな、最近というかもうここ 2,3 年好きなオリーブオイルを入れて、このオリーブオイルの説明また後でしますね。オリーブオイルを入れてソーセージを炒めていきます。あ、跳ねる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 、はい、こんな感じです。そして、いや、怖いよ。これに、これで味はついてますね。とめもいい感じに溶けてきたかな。はい、この水で湯がいてあった、湯がく水で浸してあったパスタを入れていきます。よいしょ。そしてこんな感じで、もう一回火を強くします。はい、で、ちょっと卵黄を加えたりとかしてアレンジしてみました。で、チーズですね、自家用チーズを入れます。わー、美味しそう。チーズそんな入れなくていいと思う。はい、これで完成です。グツグツしてる火止めたんだけど、すごいあったかい。わあ、できました。こんな感じ。わあ、美味しそう。ついから持てない。はい、こんな感じです。わかるかな。ちょっとチーズフォンデュなので、なんかお焦げになってる感じですね。すごいわかる。熱い。こんな感じ。いや、本当に確かに1分でできるけど、
1分でできるけど1時間かかるみたいな感じ。いただきます。あ、すごい、あ、すごい、すごい。ほら、皆さんよかったら作ってみてください。ということで、もりやりクッキングでした。ぜひ皆さんやってみてください。バイバーイ。